はい、たかしのお花畑です。どうも、もえさん。おはようございます。朝早くからすいません。何時これ。本当ね、本当に。でも今日はだって、もえさんがさ、うん、どうしても乗りたいって言った。いやおすすめしただけよ。どうかさ、楽しいとこあるかなと思ってたろうからさ、うん、毎週やられてるから、うん、そうちょっとほら、なんか、ね、どう、たまにはネタを提供してあげて、うん、別に私が一緒に行きたいって言ったわけじゃないのに。どうってほら、珍しく来たから、乗りたいのかなと思って、行ってこればーって言った。ああ、そうね、予約しちゃったじゃん、思いさんと2人で、まあ、言い出しっぺだね、うん、と思ったから。で今日はね、港に行って、まずでちょっとまあお食事でもして、うん、で帰り、その小林さんが乗りたかったっていう、その水上バスで境に帰ってくるっていう、うんうん、乗りたいって言ってないけど地下鉄で帰ってきた方が早いんじゃない。あ、何言ってんの、海も一周して。そうなの。そうよ、で境に来るんだよ。そのまんま上がってくるんだよ。楽しい。あんたが言ったんだから。でも楽しみ。そうね、なかなかやらんもんね。うん、名古屋市おすすめみたいだし。あ、そうなのね。うん、ぜひとも皆さんにもね、うん、見てもらって、うん、あの名古屋来た際にはね、あのそれに乗ってもらったらいいなっていうことで。向こうからこっち来るやつと、こっか境から向こうに来るやつもあるんだけど、うん、でも往復乗ってもしょうがないんだかなと思って。そうね、うんうん、で片道で行くかと思って、帰りにね、帰りに乗ろうってお楽しみに。今日はまたおしゃれな感じで。今日はね、何かしらね、うんうん、一応なんかさ、カツラをもう十何年使ってるじゃない、うん、でスプレーで固めてこうブラッシングするとさ、うんうん、だんだん剥げてくる。剥げてきてるね。わかるでしょ。わかる。誰がわかるの。私ブラッシングしてないけど。洗って といてるから、もうここだけカパみたいになっちゃってるのよ。あらやだ。だからちょっと新調したんだけど、うん、おしゃれじゃんこれ。なんか好きな人になんかピンク色が似合うって言われたから。ああそう。あ、誰が好きな人いるの今。あ、やだ。やだ。今日のドライバーのね。前からホモエさん推しのドライバーが今いらっしゃいますけども、私も今日はね、あのアウトレット、この間長島のアウトレット行ってたの、はいはい、で初めて行ってたんだけど、今日ちょっとこう、うん、オレンジ色のスーツじゃなかったの。そう、それね、ほんと買わなくてよかった、ね、グリーンの帽子に。そう、未完成人みたいになったよかった、買わずに、ね、そう、やればよかったのに。そうそうそう、今日は、ね、ちょっと意外と可愛かったわっていうアウトレット、うん、行ったことある。ないないないよね、うん。でも下もなくなったから大変な。アウトレットっていうのは傷物、うん、傷物じゃないわよ。何、あのちょっと中古じゃないんでしょ。中古ダメじゃん。中古がめっちゃ誰かが来たのじゃなくて、なんか新品なんだけど、そうそう、新品なんだけどちょっと残っちゃったみたいな。そういうことだよね。そう、売れ残りだった。売れ残り、うん、はい、よくない。別に売れ残りだから悪いもんじゃないから。ほんと、うん、ほんとよ。だからちょっと多く作りすぎて余っちゃったやつとか。ああ、ちょっと遅い、ちょっと時代、ちょっと。うちら売れ残りよね。私売れてるよ。そうそう。最近謎を持ち出して売れ気味。売れ気味、うん、売れてる。もう熟して熟して売れてる今。食べ頃だよね。そうそう、もうすぐ落ちちゃう。うん、それであのこの間インスタで、はいはい、桃井さんと私に聞きたいことありますか、はい、って言ったら、うん、勝手に言ってたね。勝手に言ってた、ごめんね、うん、あれから私あのインスタがバンしちゃってどっか行っちゃったわ。あれのせいよ。あれのせいかな。あれのせいじゃない。やだ、ごめん。まあ、新しく作っといたからよろしくお願いします。また登録お願いします。なんか質問ありましたね。あってね、そうも聞きたいことないみたいで、みんな。あ、そう。でも多少聞いてるからさ、ちょっとみすけちゃんからちょっと質問お願いしようかな。お二人が今何かハマっているものはありますか。ああ、これはちょっと私多いから私からでいい。いいよ。私めちゃくちゃハマりまくってるの今、いろんなことに。今でもね、あのあれよ、あの私ベタの繁殖にやってるの。なるほど。またなんかこれの顔。やめなさい。売れるのよ。これの香りもしてるんだけど、まあ、その香りどころのもう本当に趣味なんだけど、まあ、できたらそうやって繁殖できたらいいなみたいなことで、今部屋がね、一部屋あのベタ魚くっさーくなってる。ベタってオスとオスを飼うと喧嘩しちゃう。そうだから一匹ずつからもうバーってコップが置いてあるよ。え、繁殖はどうやってやるの。繁殖はね、その時期が来たらメスと一緒にやって卵を産ませるんだけど、そのメスのいい時とオスのいい時が分からん。で入れちゃうとメスがもう逃げる暇ある。うん、そうやっつけちゃう。ヒレビリビリにしちゃうから多分オスって。あ、オスの方が綺麗だよね。難しいのよ。じゃあお金になるのはもうだいぶ先ね。そうね。
お金になる前にあんた子供もできたら嬉しいわ、ほんと最初は。小森さんは毎日何してんの？パチンコ好きね、あんたパチンコ昔から好きだよね。パチンコゲームたまに。おちんこも結構同じ比率ぐらいで小盛んじゃん。そうね、うん、ちんこはまあしょうがないね。でもね、違うのよ。どこでちんこ探してんの？ちょっと やってなかったのは、痔瘻の手術したのよ私。あ、私の周り多い痔瘻。軽いやつだったんだけど、うん、ちょうど休みの間にやっちゃおうかなと思って、うんうん、ちょっとガッソリえぐったもんで。痛い？痛い。大変。我慢できないでしょ？いや、もうでも大丈夫よ。ほんと、まあ、軽かったみたいな。つるんってやって、でそれがあるからなかなかあんまり、うんうん、あんまりやれんかった。あんまりって、まあ、やっとんかい。そうかハマってるわけじゃないけど、ハマってることがやれんくなっちゃったわ。ああそうね、そうね。逆にでも、まあ、あのあれでしょ、そういうことしたらさ、使っちゃいけないでしょ、お尻。まだ使ってない。そう、怖いよね。スマタオンリーそういうこと言っとるもんで、ね、インスタがバンするから。違う、それであの肛門の治りを確かめるために毎日毎日こう撮ってるわけよ。何を？写真を。写真を。またお宅の従業員にいつも送ってんだけど、アルバムにして。それがたまにポッケの中で誤作動を起こす時があるのよ、うんうん、でこの間もあっと思ったらストーリーの直前まで行ってた。おー危ない。おおこんな、うん、アップの危ない。あれでストーリー流しちゃってないかなと思って。でも話題になってないよね、うん、思いの肛門ストーリー上がったって。それ結構あるかもね。それかなと思って、うん。そんな感じです。ありがとう。ビスケの言葉が少なくなるっていう、うん、これちょっとだけキュッとしてもらえると。そうなんです。まだ1個目なんで。そっかそっか、ごめんなさい。お二人の慣れ初めはどんな感じでしたか？初めて会った時のお互いの第一印象が聞きたいです。ブス。誰がブスあー、この世の中にこんなブスな人がいるんだなと思った。嘘でしょ。嘘2人組でいたんだけど、うん、両方ブスだったんだけど、はい、その片っぽと付き合っちゃったのよね。あ、そう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 。あ、もうその同級生といて、うん、でその私が同級生の子と小森さんが付き合って、うん、そうそうそう、なんか知らんけど、それが最初だね、うん、そう。でそれからちょっとは会わなかったんだけど、私がそのお店にバイトに行ったらそこにもう働いてたみたいな、うん、もう19、20歳の頃だもんね。うん、で本当可愛かったの最初ね。あのアイドル的な、お店のアイドル的な感じで。お姉出してなかったの。同級生とも来るから、うん、お姉はちょっとやめてくださいって言って。なのにあんなにチンコ舐めてたの、お店で。タイプが来たの。見してたじゃないですか。触ってただけじゃん。触ってたって。触ってもいかんけど。でも評判だったじゃん、あの桃井さんの舐め方は爽やかだって。ちょっと、ね、私が横で聞きながらこう、はあ爽やかって爽やかな方あるんですかみたいな、そういう姿かと思った。誰もいなくなっても分かんないもん。分かん、忙しすぎて従業員が一人か二人いなくなっても分からんのね。分からん分からん。もうお客さんに紛れて声はするけど、お前の姿がいないわって言ってなると、そう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 、カウンターの下からこう手出して、はいいますみたいな。最低の店でしょ。でもパンパンだったね。すごい、パンパンハウスってところです。やめなさい。嫌なことがあった時の発散方法はどうしてますか？私ずっと引きずっちゃうから、寝ても朝まで寝れなくて、うん、朝日を見ると少し和らぐんだけど、うん、また次の夜になるとまた深い闇に陥るから。思い出して。そう。あ、解決法なんか一切ないわ。あ、そうね。私結構でもね、あの本当。起きてる間はずっと考えてるけど、まあ、寝るともう忘れてるみたいな。次の日、うん、結構平気。病気じゃない？ちょっと大丈夫？でも、まあ、もう昨日のことだから、うん、昨日のことじゃんって思っちゃうのよ。そうだよ。そうそうそう、だから昨日のことは嫌なことがあったけども、今日は違う日だからいいかみたいな。前向きよね。昨日の嫌な私で今日を迎えた私も嫌なのよ。なんかずーっと引きずっちゃう。なんかのきっかけでペロってます。ペロじゃないわ、ケロ。あ、なんか楽しいことがあったりとか、ね、ペロペロじゃないわね。ファッファッ太るファッと
茶飲みましょうよ。もうカラカラ。ね。三つぐらいしか質問答えない。長いんだよね。一、ね、個。エピソードだね。長いんだ。いっぱい喋っちゃうんだもんね。忘れちゃうから。そうそうそう。いいことです。ちょっと飲み物食べましょう。ね、何します？日替わりランチ。飲み物じゃない。飲むの。カレーだったら飲む。そうね。お互いを一言で言うとどんな人ですか？あ、結構ホモエさんは意外と頑固。結構頑固っていうのかな。結構嫌なものは嫌っていうもんね。いやみんな嫌でしょ。見合ったら嫌。うん、なんかね、でも人とちょっと観点というかちょっとずれてるかも。嫌なとこは違うんですか？でも嫌なもん。なんて言うんだろう。だけど一番細やかな気を使う人だ。なんかどうでもいいことの次は嫌なことしかないから。あんまり好きなものがあんまりないね。もう私は一言で内面的に。いや、内面。そうですね、内面かな。ね、でもこのままみんなの思うまんまじゃない。そうでしょう。うん。うん、結構ね、やっぱ大雑把は大雑把だと思う、自分でも、うん、この人徳があるのも、はいはい、みんなね、こう普段とまた別キャラのもあるし、うん、天才的なトーク術もあるし、うん、もうほんとこのまんま、はい、素晴らしい。めるじゃん。じゃあちょっと私も最初にちょっと褒めとけばよかった。頑固って言って。おすすめてから。お互いに似ているところはありますか？基本はちょっと似てる感じはしたけど、たかしちゃんは若い頃とはだいぶ違う。どう違う？すごいしっかりされた。あ、なるほど。人間的な成長。多分本当にいい加減だったもんね。そう。うん。だって本当二人でまず仕事にまず行かない。あ、休む。うん、遊ぶ。本当その感じ。それでなんか淡々と生きてるみたいな。洗剤欲しいから新聞取る。家に2つ来る。来る。あ、そう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 。その時のなんかその洗剤欲しくて、ああくれるのみたいな。で新聞取って、いやだちょっと読まないじゃんみたいな。次から2部来たりとか。うん、そう。なんで頼んでるの。うん、読まんでしょ。半分消してこちらの引っ越しました。うん、やってたそんなの。やってた。それぐらい、なんかもう適当だったよね。いや、ほんと適当。でも、ホモエさんの昔食ってもこういう格好してなかったよ。嫌なんじゃなかった、どっちかっていうと。いや、なんかこういうあれ、女装のなんか人権じゃないけどさ、うん、まあ、よしか なかったもん、うん、こういうのだけはなりたくない。あ、でもパーティーとかやると自分が一番でないと嫌だね。いやね、そうそうそう。ここもうちょっと先生、もうちょっと長くしてって言って、メイクの先生が来てね、やってくれる。気にならないと自分でこう直したりとかさ、うん、そういう時は自分で一番可愛くなりたいとは思う気持ちがあったけど、うん、まあ細かったし既製品が入ったから、うん、でもどの位置にいるの？ LLLXL 5L ぐらい。ああ、 5L ぐらいあればまあいける。まあまあ、ないウエストね、95。いやでもあれも95からって書くと買いづらくなるけど、XL 私のサイズだわと思うとさ、買えない。あ、そうね。はい、ありがとうございます、はい、お二人がよくご覧になるテレビありますか？私はね、絶対見るのは相棒。仮想研私ああいうの好きなんだわ。2時間ドラマとか安心してもうずっとここ20年ぐらいずっと見てる。同じ、ね、もうストーリーも分かっちゃうんだけど、うん、見ちゃう。再放送も見ちゃうぐらい。あと2時間、ありがとうございます。サスペンスドラマも好きで、うん、大好き。ああいうなんかこうタラッタラ見てる。再放送でも見ちゃう。再放送でも見ちゃう。同じ、うん、私も連続ドラマばっかり見てるから、うん、シェリーマホとかね、ハマスターに。シェリーマホね、うん。何ですか、シェリマホって。チェリマホ。チェリマホ。なんかゲイのドラマ。すごい人気だったよね。映画にもなるんだよ。私は昨日何食べた派なんで。それで派閥があるんですね。まあ、そうね。あっちの方がちょっとお若い感じのね。そう。ありがとうございます。いただきましょう、お前さん。いただきます。来ました。名古屋といえばモーニング。モーニング。
大変よね、女性。あ、美味しい、これ。悪あがき優衣に続く素敵なネーミングのキャラいますか？桃枝もだって、山口桃枝から来てるもんね。木の実、木のまま、木の実なんだ。あれ好きだった？あれ好き。あれ好き。地震か雷か地名子じゃない。それもいい。いい。それでもね、定番だから、もう誰かがいたやつも結構あるから。あ、そうなんだ。で、一応今はインスタとかで、うん、インスタ、ツイッターでもう調べて、うん、記述っていうか、まあ、誰も使ってないのがあったらちょっと公言してる。丸和牛も、味がまあ多分最初だろうし。そうだね。丸和牛上手、うん、でもまあ2013年ぐらいからツイッターでやってるから、うん、それぐらいから全部調べる。で出てないことが大事。あ、なるほどなるほど。あ、誰も使ってないわみたいな。平野レミをやった時にちょっと平野シミってやったんだけど、うん、そう一瞬平野レミに見れるんだけど、シナだよ。なるほどなるほどなるほど。深い。いや好きね、そういうの。それもつけた、この。ああ、なるほど。それが最後かな。平野シミ。遠くで見るとレミだけど、そうシミ。いいね。あ、ちょっと老後をどのように過ごすか、お二人の考えって、老後。近い将来よ、すぐよ、明日よ。もう来てる。もう来てる。明日？明日。明日か。10年後のは、うん、もう言われてもおかしくない。そうね。でも60ぐらいではちょっと夜の仕事やめてたいなみたいなのがあるの。ねえ、やるね。やってそう。やってそうだな。もうやめたいよ。やめたいけどやってそうな自分が、自分が嫌。で結構なんかほらそういう老舗のさ、ゲイバーのマスターとかいるじゃん。うん、いや別に素敵なんだけど、うん、大変そうだなみたいな。うちもお客さんが上がってきてるから、うん、年齢層がね。まあ確かにうちらも上がればお客さんも上がるじゃん、うん、そうですね。そうなんだけどね、うん、か昔の若い頃みたいにそれはしょっちゅうこんくなるじゃん。そこ 1年こんかったら諦めるもんね。うん、うん、やめなさいって。お二人の好きな顔のパーツはどこですか？目じゃない？目は嫌い。嫌いなの？みんないいって言うけどさ。目が、目だけ嫌い。だって瞳が真っ黒、うんうんうん、もう茶色目なんて一番嫌い。あ、みんないいって言うけど、あ、みんないいって言うけど。あのこのエクボはあれなんじゃない、うん、昔からの、うん、そうですね、あのチャンポイントみたいな。お前さんといえばエクボみたいな。可愛いねって言われたもんね。23。ママはどこですか？私どこだろう。目見ないって言うんだけど。言われちゃう。じゃあ目は本当に私、本当にコンプレックスだった。うん、だからいつもね、あの一緒に働いてても、はい、お前さんほらクリックリの目で、うん、エクボで、私本当パンパコパンの一人でね。パンパコパンの一人。一人だったの。ん？手術して。手術して。だってわざわざやんくてかで。見つけ、これ見つけみたいな目だったよね。へ、うん、これパンパコパンですか今。パンパコパン。パンパコパン以外の何なの。嫌だな。でも似合ってるからいい一人だと思う。私違う一人だったもん、なんかそういうだけ、なんかね。うーん、こんな顔か忘れちゃったけど、うん、かなりかなりあれだったよ。かなりブスだったよね。じゃあ俺もでも今思うと今は、今だったらや、まあ、あのままでいる、うん、モテるからさ、うん、流行るじゃん、流行ってるじゃん今、そういう顔、うん、はいはいはい、昔その顔なんてもうね、その顔マジで綺麗って言われたけど切ったら大変だからもうグリグリになっちゃうじゃん、こうなるのが垂れてくるじゃん、だからここら辺まとめてグッて縫うの、まとめてグーってこんな面だし、そうそうそう、大変よ、大変だ。2年前にやったばっかりかな。初めての保護散歩はそうだ、それぐらいしてた、うん、で、あんた目がとろけてるって あれからやり直したから。そうなんだ。そうだから美月ちゃんがそのままでいいよ、もう
とうございます、うん、パンパコパンでいってきますはい、次いきます。来世は男か女、どっちに生まれたいですか？ 100% 女。違うの？全然嫌だ。男なの？うん。なんならホモでいい。本当に満喫してるんだね、あんた。大変そうじゃん、普通の男、男性、女性も、うん、大変そうだよ。ゲイも大変じゃない？でもなんか気楽を選んだからこうなっちゃった。まあまあまあ、ゲイの中でもちゃんと大変な人も多いけど、うん、気楽を絵に描いたらこうなるから、うん、いやでも絶対女の子だわ私。ちょっとブサイクに生まれたらもう速攻直して。生まれるから。何が汚く、うん、来世も勝手またパンポコパンね。やだ、やればいいじゃん。またもうまた進発達してない、もっと医学が。女の子であの顔売れないよ。確かに、まあ、間違いない女の子であの顔は売れないよだって本当女装した時も、ホモ、うん、さん本当ね、ちょっと塗るだけで顔可愛くなるの、うん、で、オーナーが衣装持ってくるんだけど、本当フリフリ、いつも、私も結構時間かかってメイクするんだけど、うん、もうなんともならないわけ、パンパコパンってまぶたが、うん、で、ふっと見るとなんかもう私のこれぐらいなのよ、衣装が、はい、これ着てって。だいたい着物ね、うん、水前寺着物で短髪であん時に本当に私、あ、ちくしょ、何が違うのかなと思ったけど、あ、そっか、二重かと思った。縫うわ、ね、ちょっとやっぱコンプレックスみたいな。うん、そう、昔はね、もうなんか美しい、可愛いイコール二重みたいなのかな。はい、次いきます、はい、お二人は寝る時何を着てますか？パンツ一緒でしょ。パンツ、T シャツとか、あんまり私もトレーナーみたいな、うん、皆さん本当に想像つかないと思うけど、VT のかな、本森さん、お目目悪いから視力、これぐらいのレンズのメガネつけてらっしゃるの、これぐらいのレンズのメガネつけて、T シャツでドアから出てきて、誰かと思うよ。あれは誰もあんただっては思わ、私もあのすれ違っても分かんない。そんな悪いですね。悪い。ちょっとほら昔ちょっと。ヒゲが濃いめだったから、うん、よく青くて、これぐらいの眼鏡で、うん、目これぐらいになって寄ってきた時に、ブッサイクやな。それでちゃんと付き合う人がいないのかな。朝を迎えたらみんな帰ってくし。でも眼鏡姿って本当はあんまり見せない。うん、だから似合わないからあんまり。でここが大きいから、もう眼鏡置くともうこんななってダウジングしてるみたいな。そう、埋まってるかしら、ここ。はい、次いきます。いつ愛知県知事&副知事になりますか、待ち遠しいです。いや、次の選挙ではね、うん、行ってみようかなと、うん、考えてるわ、うん、愛知県、変わったねって明るくなりますわ、うん、OK よってなんとか言いたいんですけど、OK って、やりゃ、うん、でも緩くします、うん、はい、次いきます、はい、人生で一番辛かった時ってどんな時ですか？いっぱいありすぎて困っちゃう。言えない言えないと。本当、私本当一時その岐阜にもそうだし、10軒ぐらいお店やってた時あって、花屋とか飲み屋、あの時はねもう大変だった、やばいなと思ったもん。その店を1日その回って、あの自分が何やってるか分かんないぐらい、だからただ忙しく、ただ走り回ってるみたいな、でも手元に全然お金がないみたいな感じのさ、あれはやばかったな。1日1件全部プラスだったらいいけどね。そうだ、このお金ここに持ってくみたいなさ、もうとりあえず動かすみたいな、もうやめ切って切ってこうってやったからまだ今あるけど、切れるのがすごいなと思っちゃう。切らんね、まあね、やっぱりしがみついちゃうとこあるもんね。なんとかして頑張ってさ、なんとか、なんとかって思うけど、やっぱね、早めな決断も大事だね。今回なんか長くない？今回ね、長いのよ、私も。そう言ったら、3年過ぎたじゃん。もうそう。そうよ、だってご祝儀もそうよ。全部3年ずつだったの。おもちゃ辛い時ない？言えない。言えないか。うん。言えないわな。言えないわ。私で
辛いって言ってたら申し訳ないぐらいな生活しかしてなくない？そう。一つ抜いたら。一つは言えないけど。でもあの辛い時は結構分かったもんね。あともう本当楽しいことしかしないからだし。だからもう基本本当に嫌なことは無理してしないようにしてるから辛くはないよね、あんまり。はい、次行きます。最近恋はしてますか？年はないわ。私はちょっとちょいちょいやって。今年、うん、今年ちょいちょい、今年いい時みたいだし、ちょいちょい来てる。うん、大きな声では言えないけど、うん、いい感じ。誰？ホモ？あ？ホモ？当たり前だな。ホモ中のホモよ。マジで？うん。なんかその出会い系でずっと昔の写真だったらしい、30年ぐらい前の。でたまにそれでいいねって来ても、あのあー かわいい、会いたいなと思っても、あ、もうあまりにも違うじゃん今、うんうん、会えないし、結局ありがとうで終わってたの、うん、会えないわって言って、この人じゃないから。でもみんなうちのスタッフとかがもういい加減乗せろと、今の自分で誰も来ないじゃん、誰も来なくてもいいじゃんって言って、うん、分かったわって乗せたの。もう白髪だし、もうおじさんでみたいな、年も40いくつって嘘ついてたの、うん、そのまま更新してないから、もう50でどんどんこうのみたいな。それも嘘ついや。でだからあのいいねって来たの一人、うんうん、で、あっと思って、ありがとうございますって返して、おじさんだけどいいのって言ったら、全然いいですよって、お茶でもしましょうよって来たの向こうが、うん、騙されてるのか、みんな騙されてるって言われたんだけど、会ったのよ、はいはい、で会って何回かご飯食べに行ったりとかしたんだけど、その子と今いい感じ。やってない？やった。最初にやった。会うたびにやってる？そうでもない。あら、本気じゃん。そう、顔モンキーなのに。誰が顔モンキー？あとちょっとなんか他にもちょこちょこっていいねって来てるから、それがいいのよ。あら、うん、今いい感じ。まだそんなに本気？本気ではない。本気かな。本気だよね。本さんは何の話だった？恋してますかな？あ、うん、してない。あ、今年はしてなかった、うん、ありがとうございます。友情を長く続けられるコツは何ですか？程よい距離感よね。でもそうね、べったりならべったりのも憧れるけどね。そうするとどっちかが重くなってきちゃう。干渉しすぎない。そうね、それが一番いいよね。でもなんかやっぱりかゆいところに手が届くようなことも嬉しかったりするよね。このいつもなんか考えてくれてるんだって、あんたあれじゃないのとかさ、こんな風じゃないっつって、イボジじゃないのっつって、俺分かったのとかさ、たまにね。そう、たまに、うん、まあ本当に困ったら誰行ってくるだろうし。そうね、粉塵だろうね。何年目ですか？何年目というか知り合って30… 30年弱。30今日です、うん、今日です。34年ぐらいよ、うん、長いね。で、会わん時は分かったしね。うん、30年ぐらい会ってない。4年やないよ。つなんだ。最初2年とちょいみたいな、うん、じゃあ一番いいと思います。これぐらいいいんすかね、それぐらいが。はい、ありがとうございました。終わりです。はい、それでは今回の質問コーナーどうでしたか？まったりと朝早いんですいません、テンション低くて。それではちょっと港へ行きましょう。はいはい、はい、それではまた。